こちらは入社1年目の桑沢さんです。賃貸マンションやアパートの空室情報をお客様に案内する営業の担当です。結婚に向けて新居を探しているというお客様の希望をヒアリングしているようです。だいたい間取りはどのぐらいお考えですか？1LDK とかにしたくて。 1LDK、 はい、はい、じゃあ、あまり坂がない方が、はい、はい、かしこまりました、はい、数ある不動産会社の中からミックを選んだ理由を伺うと、社員たちが協力して仕事をしている同社の雰囲気が気に入ったといいます。まずその個人でガツガツ営業していくスタイルっていうのも私は実際は苦手で、まあ、できればみんなで協力してやっていきたいっていうのがあるので、まあ、そういった面とすごい私事なんですけど、まあ、父が不動産業界で働いているのでミックは若い社員で中心に行っていて、で、まあ、賃貸だけじゃないからいろいろ知識得られるからいいんじゃないって言われて、はい、選ばせていただきました。こちらも同じく1年目の田中さん、マンションや戸建ての売買営業を担当しています。この日はお客様に案内する物件資料について先輩に相談しているようです。お客様がこの物件ちょっと気になるなっていうところを近隣の調査じゃないですけど、小学校までこれくらいで行けますとか、ゴミ捨て場ここですみたいなのを全部調べて、パワーポイントでも地図と全部貼っつけて、そういう情報をでお渡しした時に、あ、すごい感動してくれてたのが見えたんで、二度美味しいっていうか、お客さんにも幸せになってもらって自分たちも幸せになるみたいな。ミックではお客様とのご縁を契約した後もずっと長く大切にしていこうと、年に一度お客様宅にお花を届ける活動をしています。お客様もその何千万っていう買い物をしてすごい喜んでくれる、そういったところはすごい、まあ、やりがいにつながる、まあ、一番の部分だなとは思いますね。あと覚えててくれること、皆さん行くとこうインターホンで三春情報センターですって言っただけでももう、あ、松山さんって言ってくれるのはすごい、3年前とかの方、まあ、10年前の方ももちろんいるんですけど、はすごい嬉しいなっていう。大きな不動産会社行って新人でお前お客さんと仲良くなってこいよって言われることも少ないと思うので、うちならではの仕事の仕方というか成長の仕方かなと思いますね。